南延岡駅は、宮崎県延岡市構え口町1丁目5429-2にある、九州旅客鉄道、日本貨物鉄道日報本線の駅である。事務官コードは92万555。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅。留置線、側線を十一本有し、内東側の五本は、 旅客用、西側の6本は貨物用となっているが、2017年12月時点では、旅客用は車止めが置かれ使用停止となっている。1本の古線橋で駅舎2階とホーム連絡しており、京城駅となっている。以前は、ノベオカウンテンクがあり JR 九州時代の高千穂線列車の運用を持っていた。駅舎は、鉄筋コンクリート2階だけで、改札外に、 待合所がある。待合所には売店があったが閉店し、2017年12月までに完全撤去されている。緑の窓口があり、自動券売機1機が設置されている。基本的に一人でで修札と校内アナウンスを行う。列車別改札をとっている。出荷札業務は JR 九州サービスサポートに業務委託している。 貨物列車の入れ替え時や早朝、夜間の車両改装時は、延岡駅から輸送担当、信号担当が列車便場で出張してきて、作業を行う。ただし、2007年3月台や改正より、夜間の車両留置は延岡駅を使用することが多くなり、延岡駅員が南延岡駅に出張してきて、作業を行うケースは減少した。 専用線経由で工場へ引き込まれる液化塩素コンテナ駅名標 JR 貨物の駅としては専用線発着のコンテナ貨物と専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅となっている。旭化成へ続く専用線がありコンテナ車とタンクコンテナを使用した液化塩素の発送が行われている。大牟田駅に接続する 三井科学大牟田工場向けの輸送が主体となっていたが、同工場の鉄道輸送は2020年5月に終了した。その北側から、旭化成アタゴ工場へ続く専用船が分岐しており、こちらもコンテナ車が入船している。2019年3月改正時点では、以下の高速貨物列車が発着する。出発到着1985年時の常備貨車、編集。 昭和60年版私有化車番号表、トワイライトゾーンマニュアル13でコッパブリッシング、2004年2019年度の1日平均乗車人員は833人で、ある。延岡の都市構造上、当駅から市内の朝日火星工場への列車通勤が想定されず、人口や産業構造の割には利用が少なくなっている。宮崎方面の中距離客が多く、 特急列車の発車時刻20分前くらいには客が集まる。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。当駅は延岡市の市街地のうち旧津根富村の部分にあたる川南地区の南端付近にあり、延岡市主要部の南側玄関口にあたる。駅前広場にはタクシーが止まっていることが多い。駅前の西側方向にはあたご山が迫っており。 駅とあたごさ山の間にある狭い平らな土地に旧国道10号の商店街がある。そのためこの地区は夕方を前にして火が隠れる。駅東側は海まで約1キロメートルでおおむね平坦な定地である。田園地帯などを転用して住宅開発がなされ、国道10号沿いにはロードサイド店舗があるなど郊外の地域である。 駅周辺のおよそ 1km 圏内には一戸建てを中心とする住宅団地が多いが、鉄道を使った市内通勤が割合少ないため、当駅と関連付けされることが少ない。一方で、駅前商店街が南延岡商店街、駅付近の支店名が南延岡店であったりするなど、単なるランドマークを超越しほぼ通称地名になっている。地元では、 南延岡駅自体は俗に南駅と呼ぶ。延岡警察署宮崎県立延岡病院イオン、延岡ショッピングセンター、宮崎県立延岡工業高等学校駅前の旧国道10号を約1キロメートル北上すると市街地及び隣接する朝日火星工場などに出られる。駅裏側へ行くには駅入り口から駅のすぐ南の浜町、または 駅北方向の別府町にある踏切を渡る必要がある。ただし、精神ウルスラ学園総名中学校、精神ウルスラ学園高等学校、精神ウルスラ学園短期大学など、南方向はこの限りではない。旭化成、レオナ繊維工場、延岡工業高校方面へは、徒歩でおよそ15分くらいである。当駅から乗車できるバス便はあるが、遠回りの経路である。 付近を通る旧国道1 0号場、駅前の信号付近に南延岡駅前バス停がある。北方向は横断歩道を渡って右折。南方向は横断歩道を渡らずに左折したところに乗り場がある。すべて宮崎交通が運行。市街地方面へは日中毎時4から6本程度運転。なお、南延岡バス停は南隣にある別のバス停である。 九州旅客鉄道日報本線の岡駅、南延岡駅、旭日が駅。ありがとうございます。